今回いよいよですね、募集をしようと、いろんなサイトに載せるとかそういった前に、こうした思いとか、こんな特徴があるよといったようなページを作るというのが、まあ、第一歩と。こんにちは、錦部製作所の錦部光義です。こんにちは、稲田社会保険労務事務所の稲田です。本日も歯科医院のための採用に関するお話を稲田先生に聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回ですね、この2つの選考を入れると、より良い人に出会えるというような選考方法を、教えていただきました。で、今回いよいよですね、募集を、しようというところだと思うんですが、おすすめのなんかこう募集方法とかサイトとかっていうのはあるんでしょうか？そうですね、まず実際選考スキルとか能力、まあ、面接スキルもそうなんですけど上げていったり、まあ、前回お伝えしたその2つの選考を入れたら、まあ、かなり実はですね、合格率は落ちるんですよ。合格率落ちる、うん、つまり不合格者が増える。なるほど、なるほど。で、というのも見抜く力が上がったので、分かってしまうというふうな形なんです、うんうん、今までそれ気づかなかったことに気づけるようになるし、その応募者のその、まあ、スキルというか能力とかを見抜くことができるようになって、で結果的に落とすことがやっぱり増えてくるっていうのがよくあります。で、じゃあその選考の基準を下げればいいのかっていうと、それは本末転倒と言いますか、うんうん、で変な人を結局採用したら後で困るのは自分たちですしね、今いるスタッフだったりその経営者だったりが困るんで、で、見抜けるようになったけどそこにあの目をつぶって採用しろっていうふうなことではなく、どうすればいいかっていうと、要はその応募者の質を上げるっていうふうな発想にならなくちゃ結局採用は成功しない、うんうん、選考スキルを上げた後に必ず応募者の質を上げるっていうふうな方向するんですけど、じゃあ質って何かっていうところに行ったときに、結局行き着くのはそのもうそれ応募前の段階ですから、質、まあ応募時かな、応募時の段階なんで、応募した人の質を上げるのも無理なんですよね、うん、だからその来た、例えば履歴書が来た方で、面接でいろいろ教えて何とか上がるかというのは上がらないので、そうじゃなくて応募の前段階、つまり求人を見たときにちゃんとそういう人たちに刺さる言葉かどうかとか、刺さるメッセージかどうかっていうのをすごく考えないといけないっていうふうな、うん、そうやって、うちはこういうとこ、ことだよ、こういうところだよっていうふうな話す内容をただ文章にしていく、うん、ただそれだけなんですよ、簡単に言ったら、うんうん、極論数だからその何かな、音声認識の、まあ、ソフト Google のドキュメントとかでもありますから、それにボタンパチッと押してずっとそれで喋って、したらもう字にバーって、ね、されますから、うんうん、それが読みやすければもうそれでも全然 OK、 ペタってじゃあそれを貼ればいいっていう風な感じですね、うんうん、で言っても多分実物塗りないと分かんないと思いますんで、うん、でちょっとあの錦部さんとこのやつをですね多分見た方が早いと思いますから、すいません、じゃあ、はい、画面共有をですね実際にちょっと錦部さんの方で、でこちらがホームページですね、錦部製作所のホームページ、はい、で、今現在別に求人ねそんな募集してるわけではないですけど、はい、その中で求人情報が右側にちょっとありますよね。でそこをクリックしていただいて、はい、でよくあるのがその歯科医院に行ってもトップページからですね採用情報に行けないとか、そもそもそういうページがないとかいったところもあるんですよ。それはもうすぐ作った方がいいですね、ページはね、ワードプレスだったらすぐにもあの作れるはずですから、はい、でこういった採用情報があって下に行っていただいて、まあ、例えばこうやってね終わってますか、あの職人総合職のじゃあ中途採用のところをクリックしましょうか、ね、いいか、はい、で結局錦部製作所の方でもその仕事のこの内容っていうのはやっぱ説明難しいじゃないですか、はい、どういう仕事してるとかで、そもそも多分その経験者っていないですよね、はい、経験者いないです歯科医院だったら当然ね衛生士さんっていう形で、経験ある方もねいるかもしれませんでした、まあ、あと歯科医院の仕事っていうのはまあ大体衛生士さんだと分かりますしね、普通はこんな仕事かなって分かると思うんですけど、ただその歯科医院ごとの特徴というかどういう強みがあるとか、あとそもそも院長はどんな人か、トップがですね、それがすごいやっぱり大事なんですよね。で下に行っていただいて、ここから仕事内容ですよね、まあ、この辺はね、歯科医院の場合だったら多分そこの特徴ですね、うん、じゃあどういうふうな形で、メンテメインでやってますとかでもいいですし、なんかその矯正に強いとかな形の考えがあればそこをやればいいと。でこれで実は伝えているのは何かっていうと、あのやっぱ経営者の考えというか、思いを伝えてます。なるほど、はい、でまあ、先代がかなりこの時はですね、何時間か話1日ぐらい話したのか、
かなり話しましたね。はい、話しました。はい。そうそうそう。でそれをまあ代わりに私がこれ文章にしたっていうような形ではあったんですけど、はい、まあ実際は多分あのご本人で書けるんだったらそれ書くのは一番うん、いいかなというふうに思いますね。でこういうふうなこだわり持って作ってますよっていうような考えですけど、一番伝えたかったのはやっぱ職人として、要は自分が職人になりたいとか、10年間、10年で1人前になるような仕事ですけど、まあ、それでもやっぱりやっていこうというような気持ちで、伝えてもらう人に刺さるように内容をこう順番書いてますね。まあ、ポイントはやっぱあれですよね、給与とか一切言ってないですよね、まだね。そうですね。うん、福利厚生とか何も言ってないみたいな。うん、労働時間もそう何も言ってない。ただ、こういうふうな、考えでこういうふうに作りましたみたいな。でこれ長いとか言って読まないよっていうふうな人がいるかもしれませんけど、まあ、そういう人は来なくていいっていうふうなまず考え、うんうん、会社にこの辺の流れとかこういうふうな考えに興味がない人だったらもうそれ単純にその給与とか、働く日数とかそれでしか見てない方なん でそういった方採用しても辞めるんですよね。だからなんとそういう、まあ、会社とかそういう考えとか、まあ、できれば本当経営者の理念とかねその辺に、OK っていうふうに、まあ、要は共感するというか方々に来てもらいたいからこういうふうな形で長くしてます。で、まあ、多分一回これ多分ご覧になっていただいた方が分かりやすいかなとは思いますけど、で、多分あの歯科医の先生が見ても当然ながら、応募したい人はなるわけないですもんね。もともとターゲットは違いますんで。でもそれよりもどういうことを伝えてるか、何を伝えたいのかなっていうふうな形で、見ていただければ多分分かるかなと。で、来てほしい方々はその職人とか、そういった腕を磨くとか、もう10年間でも修行するというふうなこと。に対してあともしくはね日本の伝統といいますかでそれを守っていきたいとかそういった方に刺さるとかどういうポイントかなとか思ってみていただければ多分この文章がいろいろ分かってくると思います。でそれをもとに多分お自分とこのその歯科医院で、じゃあ衛生士さんにどういうことを伝えようかなみたいなその先生に考えこの先生の考えが好きだとかこの歯科医院の考えがすごい好きだっていうふうな形で採用すること、まあ、採用とか応募してもらうことですね。その流れを作るというのはものすごく大事かな形で考えて、実際に話してみるとかでもいいですし話してみたものをあとは文章にこう文字起こしすればそれはもう立派な綺麗な採用ページになると。その下はもう募集要項ですよ。給与とかも当然ねあの書かなくちゃいけないんでその辺に関しては今の動画の方でもちょっと説明してますからあの給与の決め方とかいったものも当然大事です。言いながらここまでノウハウ言っていいのかなと今ちょっと思いましたけどまあまあまあいいや、はい、ありがとうございますという感じですね。はい、まずあれですね、なんていうんでしょうか、いろんなサイトに載せるとかそういった前にこうした思いとかこんな特徴があるよといったようなページを作るというのが、まあ、第一歩という感じですかね。第一歩です。もうとにかくワードでまず書いて、はい、あとワードプレスホームページはねワードプレスで作ってるとこほとんどなんでそこのページにペタッとあれば一応できちゃうんですよね。はい、あとはそれはちょっと読みやすく色を変えたりとかするだけですから。はい、ではあの次回ですねこのページを作った、はい後にですね多分あの今先生方ご覧になっている方はじゃあそれをどう活用しようとかですね、うんまあ、そういったことを悩まれるかと思いますのでそういった話をまた次回あのお聞かせ願えればと思います。はい、はい、了解です。はい、では本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。